ジでうめえな。洋菓子はあれだと思ってたけど悪くねえな。あずきってば本当に食べ方が汚いわね。誰も取らないんだからもう少し上品に食べなさいよ。せっかくの美味しい紅茶がまずくなるでしょうか。ショコラちゃんバニラちゃんとお揃いの制服だ。かわいいな、嬉しいな。なっちゃんも一緒だね。その私みたいな猫にこういうのは似合わないんじゃないかと。こういうのは小さくて可愛い猫じゃないと。そんなことないですよ。素材が良ければ全て良しですから。ココナッツは私の自慢の猫なんですから、堂々となさい。堂々と。そうだよ、なっちゃんは背が高くてかっこいい猫だよ。僕はそれが嫌なのに。もっと可愛くなりたかったにゃ。おかわりいっぱいあるよ。ショコラとご主人様の初めての共同作業でいっぱい作ったから、食べて食べて。紅茶もいっぱい種類ある。覚えられないくらいいっぱいあるから依頼表作った。その番号で注文お願い。私は今回の一件でいろいろと考えたのです。今回の一件で兄様に無理をするなというのが無理なことがよくわかりました。ですが私も妹として夜も眠れぬほど心配をさせられたのもまた事実ならば、人員を増やして兄様の負担を減らすのが一番の対策としぐれは考えたのです。ご心配は無用です。兄様のためならば私にお給金など不要ですから。ですので私一人ではなく猫たちが協力してくれるそうですから。多少様のためしぐれ様の命とあれば。しょうがないわね。しぐれがお小遣いくらいは出してくれるんでしょ。めんどくせえけど飼い猫のつれえとこだよね。私は多少さんのおいしいケーキとお茶をいただければ十分です。全員鈴持ちの即戦力です。文句はありませんね。ミラちゃん、みんな先輩として歓迎しちゃうよ。またみんなと一緒嬉しい。ほうれんちゃん、まさか兄様と一緒にお菓子を作れる日が来ようとは。しぐれは銀河一幸せな妹にございます。よかったね、しぐれちゃん。でも新しい壁でも涙はダメだよ。ハンカチ使って。しぐれ様が嬉しいと僕も嬉しい。よかったですね、よかったですね、しぐれ様、本当に。指名ナンバーワンになったら、ボーナス出んだよな。かぁ、そしたら毎日ボーナスか。大トロ食い放題じゃねえか、たまんねえ。またあずきはバカなことばっかり言って。私がいるのもナンバーワン取れる気でいるなんて。みんな、お店を開けますよ。
準備はいいですか？おネコパラ